始まりました映画の話したすぎるラジオ第101回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わり店長によるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。前田です。はい、というわけでなんと山口さんがいません。2人です。山口さんは今日お休みで、はい、お休みで、まあ、ラジオは毎回山口さんがこう仕切ってくれてたりするので、まあ、ラジオお休み山口さんっていうのは初めてですよね。うん、そう、山口さん以外は割とポンコツな、うん、そう、もうメンバー構成なんでちょっと、そうなんです。今日ね、もともと今日のテーマがイニシェリン島の精霊、はい、なんですけどね、それをマリオンさんと話そうっていうことだったんですけど、はい、たまたま2人で上映会同じで、はい、同じやつを見てて、で終わってちょっとあのちょうど映画の話したすぎるバーの日だったんで、そのバーの時間まで2人であの飲みに行こうって言って、道中でこの話どうやって話しますっていう困惑してましたね、本当に、うん、そうなんですよ。ちょっと難解すぎて仕切ってくれる山口さん不在の状態でこの作品を取り扱えるのかっていう、そう、ちょっとまずいぞということになりましたので、今回ちょっと急遽ゲストをお呼びしてちょっとイニシェリン島の精霊についてちょっと話をしていきたいなと思っています。はい、というわけでちょっと早速お呼びしたいと思うんですけど、今回のゲストは、まあ、映画の話したすぎるバーにもお客さんとしてよく来てくださる方で、ポッドキャスト、話の合わない俺たちはのパーソナリティをされています大石さんです。あ、どうも、スズメの戸締まりの回でもちょっと登場させてもらいました、恐れたこと大石でございます。はい、いやお邪魔します。いや、来てくれて本当に助かっております。本当に、はい、2人でどうしようかと、こんな僕で なんか役立つか分かんないですけど、いえいえいえ、もう今日はもうおんぶに抱っこで、もうお任せしたいぐらいの勢いでちょっと喋っていきたいなと思いますんで、ちょっと今回はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ早速いつもの感じで、まあ、オープニングトークちょっとやっていきたいなと思うんですけど、ちょっと前田さんのじゃあ近況からちょっと何かお話しいただけたらなと。近況、私あのちょっと今月末に引っ越そうと思ってまして。おお、はい。で、引っ越す家見に行ったり、うん、契約したりでちょっとバタバタしてて、うんうん、だからそのイニシェリン島の精霊以外見れてないんですけど、はい、最近はガンニバル、ディズニープラスのディズニープラスの、はい、はい、ガンニバルは毎週楽しみに見てて、うん、今日ちょうど最終話が放送されたんですけど、うん、まだ見れてなくて、あ、はい、ちょっと楽しみにしてます。ちょっと僕まだガンニバル見てないんですけど、大石さんはもう見てるんでしたっけ、ガンニバル。ちょうど今日配信された最終話まで全部追ってます。おお、あ、いいな。どうでした、どうでした。いや、まあ、監督が片山晋三さん、あの探すとかの監督なので、うん、いや、めちゃくちゃ面白くて、うん、その日本の配信ドラマでなんかあのテイストというかあの温度感の作品撮れるんだって思って、うん、それがすごく良かったです。お、いや、そうなんですよ。なんかあの漫画原作で、うん、漫画の方はあの読んでるんですけど、うんうん、あのなかなかここまでハマり役なキャストよく揃えたなっていうぐらい。わ、うん、かります、わかります。そう、なんかね、無理やり見た目が似てるっぽい人当てたとかじゃなくて、うん、本当にあの漫画の方をこの役者に当てて書いたんじゃないかっていうぐらいのハマり役な人ばっかり出てるんですよ、うんうんうん、でなんかまあ毎回毎回、まあ、結構漫画の方もなんていうんですかね、あの同じような感じなんですけど、うん、毎回毎回なんか次どうなるみたいな感じでこう終わってくれるんで、うん、だから今日が最終話ってちょっと私気づいてなくて、え、もう終わりってそうなんですね、なってるんですけど、うんうん、ちょっと噂によるとシーズン1みたいな感じっぽいので、なるほど、まだまだ続きますよと。まあそうだろうなと思いつつ、うんうん、早くシーズン2もやってほしいなと思います。あ、いや、結構評判高いですよね、ガンニバル、うん、ちょっと見なきゃなという。あんまり日本のドラマはまあちょっと後でいっかみたいな感じにちょっとなってしまう方なんですけど、ちょっとガンニバルはちょっと見たいなと思いますね。じゃあ
大石さんのちょっとなんか最近なんか見た映画みたいなとか近況とかなんかありますか？そうですね、まあ1月いくつかそれこそシーセットとかノースマンとかもいろいろ見てるんですけど、うん、ちょうど昨日見た映画でネットフリックスで配信されててオスカーにも作品賞の方かな他にもいろいろノミネートされてる、うん、西部戦線異常なしっていうドイツ映画を、はい、見まして、戦闘の映画ですね。はいはい、そうですそうです。気になってますね。第一次世界大戦のが原作ですよね、うん、同名小説、うん、そうですね、はい、うん、それを、まあ、ドイツ本国でついに映画化したといった作品だったんですけど、うん、まあめちゃくちゃきつい映画だったんですけど、うん、でもなんかすごく見ててよかったなというか見れてよかったなっていう感じの作品でした、うん、結構あれですか、こうずっと暗い感じなんですか？それがなんていうか、例えば戦争映画っていうと、例えば同じ第一次世界大戦だったら1917とか、うん、あとはこれ第二次世界大戦ですけど最近あったなノーランのダンケルクとかって多分連想するかなって思うんですけど、うんうん、なんかあれだって結構ドラマ性がしっかりあったし物語としてしっかり描かれてたなって思うんですけど、今作は本当にドラマ性をかなり排除してるんですよ。なんていうか本当にその現場のなんていうか生々しさそのまま持ってきましたみたいな、うん、なんかドキュメンタリックな感じなんですかね、それって。なんかドキュメンタリーともちょっと違うんですけど、ただなんていうかすごくドライって感じです。なるほど。だからまさにそれ自体がその戦争とか戦争行為みたいなものを安易に物語化しないさせないっていうその作り手の真摯さみたいなものもすごく感じて、それのすごい象徴的だなって思ったシーンが冒頭にあるんですけど、冒頭そのドイツのまあドイツか戦場がフランスなんですけど、そのフランスの森とか草原な自然が映されて、その流れで遺体がこうずらっとこう戦場で横たわってるような絵が見るんですよ。でそこから何が始まるかっていうと、その遺体から軍服を剥いで、でその軍服が町に運ばれて、で町で洗われてリサイクルされて新しい新兵に渡されるっていうところからこの答えが始まるんですね。だからそれ自体がその戦争というもののなんか英雄性みたいなものじゃなくて、もうなんか行為としての戦争というか、うんうんうん、サイクルとしての戦争みたいなものっていうのも冒頭にそれを示してて、うんうん、なるほどね、うん、確かに。なんかそれがすごく新しいなというか、うん、めちゃくちゃなんか戦争ってこういうことなんだなっていうのを考えさせられる演出で、すごく自分はグッときちゃいました。なるほど。もう戦争におけるもうただのもうパーツですよみたいな、もう特化の効くもうなんか部品ですよみたいな演出ですよね、それ。あ、なんかそうですそうです。聞いてるだけでめちゃくちゃ面白そうですけど、すごくよくできてるなっていうただ2時間半あるでしょう、あれ確か。長いんすよ。もうちょっと2時間半と聞いて、ちょっと、いや、ちょっと辛いなって思ってしまって。2時間半の地獄。そう。2時間半、マジで地獄です。いやで、本当に、なんていうか、出てくる登場人物が、いつ死ぬかわからない、うん、主人公も含めそうなんですよ。で、それが多分戦争ってことなんですけど。うん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 、なんか、すごい興味は湧いたけど、全然見たくない。ただただしんどいなっていう感じですよね。まあでもちょっとアカデミー賞関連の映画ちょっとやっぱ授賞式前に僕見ときたいので、なんとかちょっと授賞式前までには覚悟を決めてみたいなと思いますけど、うん、なんか劇場でやったりしないんですかね。ね、本当劇場でこれ本当は見たいんですけどね、やっぱり、うんうん、なんかノミネートとかされてるんだったら絶対。これ戦争映画って音響がやっぱりこう命なところあるし、2時間半もちょっと家で見るのはね、映画館の方がいいよねっていうのは思いますけど、うん、なんか家を戦場にしたくないですよね、うん、本当にわかります。はい、そんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、僕最後に僕ですけど、まあ最近何見たかな、まあ、ノースマンとか、まあ、あとそして僕は途方に暮れるとかピンククラウドとか、うんうん、その辺の映画化を見たりとかしてますけど、まあ、ちょっとノースマンの話ちょっとしようかなって思ってるんですけど、まあ、ちょっと本来はノースマンテーマとして扱う予定だったんですけど、まあちょっとなんやかんやありまして、ちょっと今回イニシェリン島の精霊にまあなったので、まあせっかくなので、まあノースマンの話しようかなと思うんですけど、いやー、もうバキバキっすね、あれ。まあ、もう肉体的な意味でもバキバキですけど、もう映像のキレとかも含めてバキバキって感じですよね。うん。ちょっとロバート・エガースすごいなというふうにやっぱ思いましたね。うん。
なんか本当ありのまま、なんかその当時のなんかこうもうバイキングの世界観というか価値観をそのまま本当お出しして、本当それをまあリアルなものをちゃんとなんかやりきるみたいなところ、なんかそのなんかその凄みというか迫力にまずやられてますし、よくこんなになんかちゃんとお金かけてなんかちゃんとやってるのとか見るとやっぱすごいなって思いましたね。うん、もうなんかだいぶ不可解ななんか謎風習とか結構多いじゃないですか。うん、うんうん、途中なんかスポーツ大会なんかやってましたけど、あの凶暴サッカーですよね。そうなんかね、あの何それ超楽しそう。なんかまあゴールみたいな木の棒になんか相手のね陣地の棒にこうなんかボール当てるみたいなやつなんですけど、それ以外ルール特にないので、あの基本的にあの殴って OK みたいな感じの、もう野蛮みたいな、まあ、本当にそういうスポーツがあるかは分かりませんけど、まあなんか、まあ、ありそうだよねっていう感じとかね。うん、むしろ今のスポーツがそういうものを排除した結果っぽい。まあね、そうですね。あのだんだんね、いろいろ社会性やら何やら入れて今のスポーツがあるもみたいなもんですからね、それがない時代の話の時代のまあスポーツだなって感じとかね含めて、まあ、あと本当にわけのわからないなんか謎のもんが出てくるみたいなところとかね、うん、もうなんか本当もうなんかカルチャーショックみたいな感じでしたけど、もうなんか、うんうんうん、まあ、ただなんか物語としてはすごくなんかやっぱり単なるこう復讐譚というか英雄譚にとどまらないなんかすごい鋭いなんか批評性を備えた映画でもあるっていうところがまたすごいなというふうにやっぱ思って、まあ、いわゆるもうなんかもう復讐という運命をこうなんというか運命に報いるためにまあ主人公は全てを破壊し尽くそうとするわけですけど、まあ、実はそれ大したことないよねみたいなっていう、だんだんその運命が、うん、運命とやらがどんどんしょうもなくなっていくみたいな展開がなんかすごく面白いというか、うん、あと案外なんか全部これ女性の手のひらのうちで転がされてただけではみたいなのがね途中分かってきたりとかね、とかいうのがだんだん分かってくるあたりとかの、あ、意外とこれあんまかっこいい話ではないなみたいなところがちゃんと描かれてるのもすごくいいなと思って、うん、ただただなんかちゃんと描いてるんだけど、なんかちょっとどこか一歩引いた冷静さがやっぱ映画にはあって、そういった批評性みたいなのがちゃんと生まれてるような映画で、もうさすがロバート・エガスだなというふうに思いましたね、本当に。はい、うーん、なんかあれですよね、ハムレットの、ハムレットでいいのか、あのシェイクスピアのハムレットの原案なんですよね、あの話って。なんかね、らしいですね、うん、あんな血みどろなんだと思ってね、いろんななんか神話とかなんかおとぎ話とかをこう混ぜた結果があれみたいですけど、うん、うんうんうん、いやすごかったっすね本当に、うん、アレキサンダー・スカルスガルドが本当にマジで野蛮な人にしか見えないっていうかやばいですよね、あの相手から投げつけられた槍キャッチして投げ返すとかやばいやつですよね本当にね、うん、やばかったですね、そんなことするみたいな、できるそんな、どんな動体視力よみたいな感じでしたしね、うん、だから本当序盤はアクション映画としてもすごいこう見栄えするというか、うん、そうですね、うん、そうそう、で中盤がね逆にね、あのそういったのがほぼないみたいな、あるっちゃあるんですけど、うん、ほぼないっていうのがやっぱだいぶこうおとなしくなってきますからね、そうそう、まあそこがやっぱこの映画の味噌だなというふうにはやっぱ思いますね、はい、うんうんうん、まあそんな感じですかね、はい、というわけでじゃあここから本題の方に入っていきたいなと思います。今回のテーマはイニシェリン島の精霊です。はい、それでは前田さん、ちょっと概要の方を読んでいただけますか。はい、映画 .com より3ビリボードのマーティン・マクドナー監督が人の死を予告するというアイルランドの精霊バンシーをモチーフに描いた人間ドラマ、1923年アイルランドの小さな孤島イニシェリン島、住民全員が顔見知りのこの島で暮らすパードリックは長年の友人コルムから絶縁を言い渡されてしまう。理由もわからないまま妹や風変わりな隣人の力を借りて事態を解決しようとするが、コルムは頑なに狩りを拒絶、ついにはこれ以上関わろうとするなら自分の指を切り落とすと宣言する。ヒットマンズレクイエムでもマクドナー監督と組んだコリン・ファレルとブレンダン・グリーソンが主人公パードリックと友人コルムをそれぞれ演じる。共演はエターナルズのバリー・コーガン、スリービルボードのケリー・コンドン。2022年第79回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門でマーティン・マクドナーが脚本賞を、コリン・ファレルがポルピハイ最優秀男優賞をそれぞれ受賞。第95回アカデミー賞でも作品監督主演男優コリン・ファレル、助演男優
カッコ、ブレンダン・グリーソン&バリー・コーガン、助演女優、ケリー・コンドンほか8部門9ノミネートを果たした。はい、ありがとうございます。それではここからネタバレガンガンで話していきたいなと思いますので、ちょっとまだ映画を見ていない方は映画を見てからここからお聞きいただけるとありがたいです。はい。ではまず最初にちょっとそれぞれ最初の触りの感想みたいなちょっと伺ってみたいなと思うんですけど、前田さんはどうでしたか？私スリービルボードを見た時になんかすごい変な話だなと思った記憶があって、うん、なんかあの時も結構なんか個人的にはあんまり共感できない人間関係とか、うん、こうなんて言うんだろうな、その主人公自体にあんまり共感できない感じだったので、うんうん、なんかスリービルボードの時もすごい評価が高い作品だったと思うんですけど、うん、変な映画だなと思ってて、で、うん、今回それに輪をかけたような変な映画で、うんうんうん、なんかねすごく興味深かったんですけど、うん、本当にこれをどの角度で突っついたらいいのかなっていう、うんね、すごい悩まされまあそれこのラジオの話なんですけど、まあ、そういうすごいちょっと悩んじゃったのが鑑賞後の率直な感じです、うん、はい。では大石さんはどうでしたか？そうですね、言ってしまえば正直ひどい話じゃないですか。まあ、ひどい話ですね。うん、確かに。なんですけど、ストーリー自体はそういう話なのに、見終わった後に、なぜか何とも言えないぬくもりが心の中に残るなっていう印象があって。おー。で、僕は前作のスリービルボードも劇場で見てたんですけど、うん、なんか、それ時も似たぬくもりをもらったなって感覚があったんですよ。うん、うん。だからなんか、ずっと、あの時から、僕あの映画大好きなんですけど、スリービルボード。はい。ただ、なんでこの映画こんなに、そもそもスリービルボードもひどい話なのに、ひどさに違わない温度感というか、温かさがあんのかなっていうのをずっとちょっと考えてたので、なんかそこら辺、今回惚れたらいいなっていうふうに思います、うん。はい。なるほど。ありがとうございます。では、僕の感想なんですけど、まあ面白いけど、これ何これみたいな変な話だなっていうのは本当に、前田さんと同じようにちょっと僕も困惑はしてたんですけど、うん、まあ、マーティン・マクドナーは、まあ、スリー・ビルボードは見てますし、あと一本、なんだっけ、セブン・サイコパスって映画も見てはいるんですけど、まあ、セブン・サイコパスはちょっとよくわかんねえなって感じで、今見たらどうかわかりませんけど、あんま面白くないなって思いがあったんですけど、スリー・ビルボードはめちゃくちゃ面白かった覚えがあって、ただそれと比べるとちょっと衝撃度はまあ、落ちるかなみたいなところはちょっとあるんですけど、まあでも本当になんか、本当にこのなんか、登場するキャラクターが複雑すぎる、そしてなんか、突如として変なバイオレンスが入るみたいな部分はまあ、スリービルボードとやっぱ変わらない部分はやっぱあって、やっぱなんかそこからこういろいろこう、いろんなキャラクターの、これってこういうことなんかなみたいなのは考えるのは後から考えてみたりするのかすごく面白かったりしたかなっていう感じですかね。うん。まあなんかあまりどのキャラクターにもこう、なんか全面的に感情移入できるかっていうとちょっと微妙なんですけど、まあなんかちょっと一番個人的に愛おしいかなって思ったのは、コリン・ファレル演じるパードリックかなっていうふうには思ってますかね。はい。うん、まあそんな感じで、まあ皆さんそれぞれの感想は言っていただいたんですけど、じゃあどうやって喋っていこうかなって思って、ちょっと僕も考えてたんですけど、まあなんかやっぱキャラクターがやっぱ面白い映画だと思うので、なんか各キャラクターについて喋っていったらなんとなくまとまるんじゃねえかと思ってるんですけど、うんうん、そうだな。まず誰からちょっと触れていきましょうかね。じゃあ、コルムからちょっと触れていきましょうか。今回の騒動の、まあ、発端となる絶縁宣言をする彼ですけど、まあ本当になんか、よくあんなやり方しますよね、みたいなというか、結構、こいつ何してんのみたいなこと結構しますよね、この人。ちょっとびっくりするというか。うん、そう、なんか私最初面白かったのが、確かに、うん、まあ長年、友達付き合いをしてたとしても、うん、なんて言うんだろう。前回のね、窓辺にての時も、ちょっと同じようなこと思ったんですけど、人間関係で、急に片方が、なんやろ、もう相手とこれ以上人間関係築きたくないなって思うことって、正直、その悪いことじゃないと思うんですよ、うんうん。もう片方の人にとっては、ひどいというか、悲しい気持ちにはしてしまうけど、でも、
もう友達とか恋人でいたくないなって、うん、そんな深い理由がなかったとしても、なんとなくそんなもう温度じゃなくなったなっていうことになったとしても、それってありえるし、うん、咎められることじゃないと思うんですよね、うんうん、ただそれを、まあ、普通ははっきりとは言わずにフェードアウトしていくんだけど、うん、今回舞台となってる島ではその島が狭すぎるし絶対顔を合わせちゃうっていう時に、うんうん、まあ、それをはっきり言わざるを得ない、うん、まあ、はっきり言わざるを得ないというか、それをこうバードリックも気づいちゃうっていうところでこじれていくんですけど、うん、なんかそもそものね、人間関係を終わらせたい時に、うん、逆にどうしたらいいのかなって私ちょっと思っちゃって、そのコルム側の気持ちになって、うん、ああ確かにちょっと、うんうんうん、まあありますよね、そういうなんというかちょっと距離置きたいなみたいなとか、まあ、もうちょっと仲悪いから本当ちょっと勘弁してほしいみたいな時って、まあ、正直あるじゃないですか、誰しもなんか、うん、そう、あと単純に飽きたなとか、そういやありますあります、ちょっとこのひどい言い方かもしれないけど、人間としてもうなんか遊ばなくてもいいかなみたいな、うん、こいつとみたいななる時って、まあ誰でも正直あると思うんですね。ここまではっきりと意識することはあんまりないかもしれないけど、そうですね、うん、その空気を、まあ、お互い読み合いながらこう距離って保ってると思うんですけど、うん、それを片方はいやいやまだめっちゃ好きなんですけどとか、うん、すごい友達と思ってるんですけどみたいな時に指を切るしかないのかっていうまあね、そう、本当に断ち切りたいんだなみたいなっていうこんなにって思いましたね、まあことじゃないですか、指を切るってまあ、うん、っていうことじゃないですか。でそれね、まあそれはちょっとなんで指切るねみたいな話はちょっと後に置いとくとしてちょっと言いたいことがあるというか、なんでってなることがあるんですけど、うん、本当になんか、まあ、さっきも言ってましたけど、本当に狭い場所でじゃあどうやってこう距離を置こうかみたいになった時に、まあ、やんわりなんとなくちょっと避けるとかやっても、うん、多分まあパードリックは確かに気づかないよなっていう気がするっていうのはまあちょっとありますよねキャラ的にね、そう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 、多分栄える喋りかけてきますよね、そう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 、もう優しいだけが取り柄の男なので、その辺あまり考えがつかないような気がしてしまうのでまああれぐらいはっきり言わないとダメなのかもしれないが、うん、でもやっぱなんかそんな人にはっきりとお前とは縁切るわとか言うみたいな、まあ言ったこととかないなとかは思うわけですよ、やっぱり。そうですね、うん、まあ察してくれよっていうところですよね。そう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 、察してくれよとかね、とかまあ直接言うみたいなのもちょっとギョッとするなみたいな感じですけど、うんうん、なんかそれこそ今だったら LINE をブロックしたり別のグループの方で話をしたりとかっていう風に距離を置くみたいなことは、うん、もしかしたら皆さんやってるかもしれないですけど、うんうん、なかなかあの環境下でってなるとブロックできないしなってなると指切るしかないのかっていう、うん、そうですね、ほんとね。ただなんか嫌いに、パードリックのこと嫌いになったっていう、なんかそこまでの感じでもなくて、なんか途中結構優しさを見せるというか、うん、そんな場面もちょこちょこあったかなと思うんですけど、そうですね、警官にボコボコにされるパードリックを助けるシーンとか、そうですね、うんうん、そうそう、そうそう、なんか辺が多分この映画 その大石さんの言うなんか変な温かさっていうか、うん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 、なんかちょっとコルムのなんて言うんだろうな、コルムがその一方的にひどい人間と思えないゆえんというか、うん、そうですね、単に余生を本当に静かに歌を作って犬と踊って過ごしたかっただけなのかなってこう思わせるような、そうですね、人物の描き方をしているのが、うん、またちょっと面白いなと思って、そうですね、本当に嫌いでしたらもうあそこ無視しますもんね、本当にね、うんうん、そうだから仲はいいけど、なんかその過ごす時間をちょっと時間配分変えたいみたいな感じじゃないですか、もうちょっと自分の時間を増やして、うんうんうん、ちょっとお前と喋る時間はちょっと減らしたいっていうだけの話なのに、うんうんうん、なぜこうもこじれるかみたいなぐらいこじれるわけですけど今回ね、うん、でしかも、まあ、その、まあ、自分の時間を持ちたいというか、まあ、音楽とか、まあ、試作にちょっと時間を使いたいっていう話でしたけど、うん、まあなんかその、まあ、いわゆるこれって中年の危機だなって感じじゃないですか。だからなんか僕ちょっと山口さんがこれ見たらどう思うのかなとちょっと思ったんですけど、そう。もうだって死んだら何も残らないじゃないかみたいなこと言うのって、もうこれもう中年の危機以外何者でもないみたいな
感じじゃないですか。引っ張られてますよね。山口さんが落とした爆弾にちょっと我々は被弾してますよね。そうそうそう。ちょっとなんかクライシスを撒き散らかされてるんで、ね、そうそうそう、危機ですよ、危機。まあ、中年なのかっていう問題はありますけどね。まあそうですね、中年というか、まあうん、まあいくつぐらいの設定なのかなっていうのもちょっとあるんですけど、うんうん、そうですね、パードリックとも、そもそもなんかコルムとパードリックって多分年、うん、同い年とかじゃ絶対ないですよね、これ多分ね。多分10ぐらい離れてますよね、あの感じだと、うん、10は行き過ぎかもしれないですけど。え、やばい、なんか意外と話したことちょっといろいろ出てきたんですけど。いいですよ、いいですよ、よかったよかった。何やろ、いきなりちょっとキャラの話から飛んじゃうんですけど。あ、全然、はい。なんかそのまあコルムのこととかパードリックのこと考えたら、うん、なんかこの映画ってあんまりそのなんて言うんだろうな、夫婦とかっていう形で出てこないじゃないですか、人が。ああ、確かに。そうですね、一応あのバリー・コーガンのね、あのお父さんがいて、うんうん、まあお母さん出てこなかったけど、まあ、家族でいるのかなみたいなのはありましたけど、なんかコルムもまあずっとそうなのか分かんないけど一人身で、うん、あのパードリックも妹と暮らしてて、なんか酒場にいる人たちも基本なんかみんなこう一人で来てるっていう感じで、あんまりそのなんかなんていうのかな、男女の夫婦とか恋人みたいな気配がなんかこの映画すごいないなって、こう、うん、あんな島だったらなんかもっとそこがもっと見えそうなのに、その気配をすごい消してるなっていうのもちょっと思ってて。確かにね、なんかあんな小さい島のちっちゃいパブだったら、あいつとあいつが付き合っとるらしいぜみたいな噂話がめっちゃ飛び交ってそうですよね、うんうん、確かになんかそう、結構基本単体でしかこう人が出てこない、うん、一人一人でしか、うん、あの郵便ポストのところにいるパン屋、うん、中のおばちゃん、パン屋兼郵便局も兼ねてるって感じですよね、うん、ああいうの、あの噂好きの、うん、そう、あの人もそう、こう一人だけこうキャラがこう、うん、なんていうのかな、あんまりその人の向こうにその人と関わってる人があんまり見えないっていうか、なんかすごいそれもちょっとなんか孤独感感じさせる感じがすごい、その映画全体に、うん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 、なんかあんな狭い島だったらみんなが家族ぐらいでもおかしくないような感じなのが、うん、どっちかって言ったらみんな意味嫌いやってるくないぐらいのなんか距離感がちょっとあるのも、ちょっと監督のなんていうの、スリービルボードの時もそうだったんですけど、なんか人に対するこう人が嫌いなのかなみたいな監督って人が嫌いなのかって思わせるような、うん、こう人間関係の描き方をするなと思って、うん、なんとなく前作も含めての監督の作風の持論なんですけど、はい、なんか登場人物たちみんな緩めないなって思って見てて、うんうん、なんというかかろうじてその社会だったりその環境の中に身を置いてる人っていう感じがするんですよ、みんな、うんうんうん、なんかどっぷりその社会のその中心の輪っかの中には入ってない感じというか、うんうん、例えば今作のそのそれこそバリー交換一番その顕著なキャラクターでしたけど、あのドミニク、うん、彼はもう完全につまはじき者じゃないですか、うん、で、あのパードリックとその兄弟の、シボン、まあ、妹さんと二人と多分かろうじて関係があって、なんならお父さんからは若干虐待受けてるのかぐらいの感じ。うん、いや、そうですよ。なんか結構な、なんかさらっと言ってましたけど、なんか性的虐待受けてるみたいな。そうそうそう。あの、そういう感じのフレーズありましたよね。うん、そう。あのさらっと感が、もう逆に怖かったですもん。流すのみたいな。なんか当たり前の周知の事実みたいな。そう。ね。本人もなんかこう、なんていうのかな。そんなにそれに対して感情をむき出しにするような感じもなかったんで、うんうん、そうですね、うん、でもなんかそういうよるべない状態の中でかろうじて生きてる人たちみたいなやつ、結構監督はそのそういう人こそ映画で描きたいのかなってちょっと思って見てて、うんうん、ああ、なるほど、いいですね、よるべないっていうフレーズ、うん、いや、いいなって思いますね、うん、まあ、あとやっぱりすごい、やっぱ島というだけで閉鎖的ですけど、うん、あそこになんかこう恋人同士がいないとか、そういうなんか関係性がなんか大体こう断絶してるみたいなのって、まあもうどん詰まり感ですよね、うん、もうあの島もなんかもうこっからこの島が発展することほぼないなみたいな感じって言ったらいいんですかね、うんうん、なんかそういうのにも一役買ってるのかなっていうふうにはちょっと話聞いてて思いましたかね、うんうんうん、もう本当に、でもそこに本当にいないと多分生きていけない人たち、よるべないってさっき言ってましたけど、なんか
これすごい山口さんが何やろ話したら盛り上がりそうなのって勝手に思ったんですけど、うん、あの妹さんは出ていくじゃないですか、うん、そうそう、こんな島おもんないねんって言って、うん、そう出てくやんこんなみたいな。そう、いや私もねそれが普通だと思うんですよ、うん、まあ、あのもちろん簡単なことではないかもしれないけど、うん、でもそれをね固くなにこうなんていうのかな、まあ、出てくる女の人自体が少ないですけど、うん、なんか男の人の方がやっぱりこう保守的なこう島にいたいのかなっていう、うん、なんか、うん、ような印象を受けたというか、あの、うん、まあ、それこそパードリック、うん、もうなんかどん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 彼はその自分がこの島のみんなになんかこうつまらない人間だと思われてるんじゃないかっていう不安にさえなまれていくわけじゃないですか、うん、それでどんどんこうおかしくなっていくところはあると思うんですけど、だけど島を離れようっていうふうにはならずに、うん、あの妹に帰ってきてほしいって最後まで願ってるっていう、うん、なんかそれがすごい私的にはなんかこう不思議というか、うんうん、なんで出ていかないのかなってこう、うん、それこそ縛られるものがないないのに、そこにこう、うん、あの、まあ、映画の中で描いてるだけだと、うん、親も親がそこにいて介護しなきゃいけないっていうわけでもないし、うん、まあ、その馬とかね世話してる動物はいるけど、あの自分を縛るものがそんなにないのに、その苦しい環境から脱しようとしないっていうのはちょっと見てて面白かったですね。うん、それは確かにそうなんですよね。なんかまあ本当、まあちょっと雑なあれかもしれませんけど、まあ、男性陣はみんな残るんだなみたいな感じの描き方でしたよね、本当に。なんか、うん、そうそう。でまあ女性、まあ、シボーンは外に出ていくっていうのをまあになってますけど、うん、なんかまあなんでかなって思ってたんですけど、自分なりに、まあもうなんて言うんでしょうね、めんどくさいんじゃないんですか、やっぱり新しいことするのが本来は多分元も子もないこと言いますけど、すごくやっぱどこ変わりたいと思ってるけど、実はそんな変わる気ないよねみたいなというかっていうのが、なんかちょいちょいこの人たちよく見えるというか、まあ、例えばコルムもですけど、まあ、俺は音楽にまあこう時間を費やしたいんだって言いますけど、うん、じゃあなんで指切んだよっていう話じゃないですか。バイオリン弾きなのに、バイオリン弾きが指切るってどういうことが分かってるみたいなところとかまああとなんかモーツァルトがどうこう言いますけど、間違ってるからねそれみたいな話もあったじゃないですか、うんうん、なんかこうなんというか、まあ、ただ本当にダダをこねてるだけというか、日本に近いものがやっぱみんなどっかしらあるって、うん、でまあパードリックもその結局なんか、あ、自分こうかもしれないって思うんだけど、まあだからといってなんかじゃあ新しく場所に出たいかっていうと全くそんな気がないみたいなところを含めて、うん、まあもうそういうところでも安心して過ごしたいっていうやっぱもう気持ちがあるんだろうし、まあだから二人ともある程度大人なので、うん、もう、まあ、そういうもんだよねっていうところでちょっと落ち着いてる自分もいるんだけど、いやもうもうこの世界無理みたいな風に思ってる自分もいるみたいなのが、こう折り合いが若干ついてないみたいな感じなのかなっていうのがそのかなって思って、ただドミニクの場合はまだ若さがあるがゆえにそういう選択ができずに多分命を落とすことになったのかなみたいなのはちょっと思ったりはしましたかね。え、ドミニクってバリー・コーガン？バリー・コーガンはなんかちょっと劇中まあ彼命を落とすじゃないですか、うんうん、まあなんかちょっと急唐突ではあったので、ちょっとあの死が自殺なのか本当になんか事故やったのかがちょっと微妙に僕ちょっと分かりにくかったなって思ってたんですけど、うんうん、まあ、あそこで事故でしたっていうのもなんかちょっと話的に多分取ってつけた感がちょっとつけちゃうので、まあ、多分自分で命を絶ったのかなっていうふうにちょっと今は思ってるんですけど、うんうん、なんかその件に関してちょっとあの映画見ながら考えてたことがあって、はい、僕のラジオの方の相方のドヤさんって人がいるんですけど、はい、あの一応今ちょうど自立支援の NPO 法人に勤めてるんですよ。なんでまあケアの現場でその、はい、まあケアを提供する側の、人間なんですね、うん、で彼が言ってて面白いなって思った言葉で、そのケアの現場ではその利用者さんたちにまずしっかり依存させることが大事だっていう風に言ってたんですよ、うん、で普通の社会で多分依存って聞くとあんまりいいニュアンスではないイメージの方がきっと多いかなと思うんですよね。例えば依存症だとか、あるいは強依存もあんまり関係性としては良くないような感じで捉えられやすい言葉だと思うんですけど、自立支援の現場では割とこれが大事な概念というふうに彼は言っていて、その自立支援の利用者さんってもう本当にその頼る場所みたい、頼る物とか人とかあるいは場所みたいなものが本当になくなっ
った時にそこに来るんだっていう風に言ってたんですね、うん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 、でその人たちにまずはこの場所、その今、提供しているケアの場所に依存してもらって、そこからいろんな人たちにこう関係性を持っていく。だから依存ってイコール人間関係だ、あるいはその場所との関係だっていう風に彼は言っていて、うんうん、あ、そういう風に言葉使うんだってめちゃくちゃ面白いなと思ったんですけど、うん、めっちゃいい。なんでまあ逆に言うと、普通の社会で生きてる僕らって知らず知らずの間に多分いろんな人とかいろんなものに依存してる状態なんですよね。してる、うん、そうですね、うん、もう依存してますよそら。だから友人とか家族とか、僕らで言う映画もそうだと思いますけど、うんうん、でその視点で実はこの映画結構僕見てて、うん、なるほど。なんでヨルベナサって多分その依存の少なさだなって思ってたんですね。おー、なんで彼らをその視点で見るとすごいなんか悲哀みたいなものが見えるなと思って、うん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 、例えばさっきドミニクが話の流れ上自死だろうっていう話をされたと思うんですけど、僕も多分彼は自殺だろうなって思ってるのは、その彼の多分依存先って本当にパードリックとシボンしかいなかったと思うんですよ、うん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 、で急に悲しくなってきた。だってあの酒場で彼がその飲み屋さんでこうわーって行った時に本当にみんななんか嫌な顔をするんですよね、うんうんうん、だからあのドミニクにとって多分島の人間って敵なんですよ、うん、で唯一の味方が多分パードリック、優しいパードリックでありシボンだったと、うん、でもあの関係の中でパードリックからも、まあ、絶縁を言い、絶縁というか、まあ、自分から半分半ば自ら絶縁言っちゃいますけど、うん、あの切り離されちゃいますし、シボンからも、まあ、ある意味失恋というか振られてしまうっていうところ で、うん、で家族には彼はもともと関係性ないので、そこで完全にヨルベというか依存の先を失ったように見えたんですね、うん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 、ってなるともう彼は行く先はそこしかないよねっていう、うん、ああ、いやなんかその依存っていう言葉の使い方にすごくしっくりきたんですけど、うん、なんかそれで言うとあの最終的にパードリックとコルムってそれこそこう共依存というか、うんうん、依存し合ってて、うん、あのまあ、この物語の始まりとして関係性を切ろうとしてこの物語は始まってるんだけど、うん、結果としてああいうなんかこう過剰なこう応酬をこう繰り返してるうちにより依存度がこう強まっているというか、うん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 、結構その浜辺でこう2人がこう立つシーンとかってすごいそれを感じるものがあって、うん、なんかその感じているものが依存だなっていうことには気づかなかったんですけど、うん、あなんかすごいその言葉しっくりくるなと思って、うんそうですね、なんかその悪い意味でっていう、うん、悪い意味じゃなくてっていうこともしっくりきます。なるほどな、そういう視点、依存っていうことか、なるほどな。確かに最後の浜辺のシーン本当になんかもう本当になんかやり尽くしたと思う。お互いなんか燃やし尽くしてもまあまあ一応もうこの関係切り離せねえなみたいな気持ちになるみたいなラストだなというふうに思ったんですけど、うん、なんかそれをまあ依存っていうワードでこう使うとすごくなんか、うん、あなんかすごく納得するなっていうふうには思いますよね、うん、だからなんかある意味多分男性陣は土地あのイニシェリン島っていう場所にもきっと依存をしていて、うん、おお、そうですね。だから離れられないんだろうなっていうのもちょっと思ったりして。なあ。いや、そうですね。確かにな。なんだかんだ。それって、その、自分たちが作り上げてきた風習とか、うん、関係性も含めてだと思うんですね。うんうんうん、なんか、それこそ、そのパードリックがおかしくなっていくのって、やっぱりその自分の人生が否定されたみたいな気持ちになったからと思うんですね。うんうんうん、単につまらないって言われたっていうことじゃなくて、うん、その自分っていう人間の取り柄があの取り柄であるこう優しいっていうところは全く人にとっては魅力じゃないんじゃないかみたいな、うん、あの優しさよりもつまらなさの方がこう勝っちゃってるやんってなんか思った瞬間に彼はこうどんどんおかしくなってると思うんですけど、そう、うん、いや本当にあそこでこうパードリックおかしくなってきますけど、本当になんか一番なんかこの映画で共感できたのは僕そこだったかなってちょっと個人的に思ったりするんですよね。僕本当に優しいだけのつまらない男ではないのかっていう気持ちがすごくしているんですよ。あのまあ優しいだけで特に何も考えてないというか、優しいだけだなみたいな気持ちに、やっぱなんかあれはぐざっとくるよねっていうのはめちゃくちゃと思って、まあ、もういや全くそんなことないですけどね。いやいや、マリオさんは面白い人間やなと思いますけど。いやいや。あれも、あれなんですよ。パードリックでも島の外の人間には割ときついこと言うんですよね。まあね。そうですけどね。
うん、え、どんなとあの問題生に嘘つくシーン、あの嘘ついてまあまあじゃあなんかあれがそのバリー・コーガンにとってのひどいことみたいな、うん、優しくなくなったみたいなのもちょっと可愛いなとか思っちゃったんですけどあれも可愛いですけどえ、そこと思って本当にやっぱだからね、ドミニクから見てパードリックって本当にいいやつ、本当にこいつ優しいやつなんだなって思われたっていうことの表れですけどね、うん、だし、まあ、まああれもなんというか一種のこう悪ぶる行為じゃないですか、うん、一種のね悪ぶり方よと思ってたかっただけみたいなところがあるじゃないですかやっぱり。そうそうそう、ただしっかりその後罪悪感彼抱いてるんですけどね。そう、本当にいい、しかもいいやつあの嘘ついた時の何でしたっけ、何の車に轢かれたんでしたっけ、パン屋パン屋パン屋か、あれパン屋の、うん、でなんかえお母さんも惹かれたのにみたいな、あの、うん、なんだこの笑いの入れ方みたいなそうなんですよね、独特やなと思って、監督のこのそうユーモアのセンスというか、うん、完全になんかすごいシュールなコント見せられてるシーンでしたよねあそこ。そうなんですよ、そう、それをだから引きで見てる我々にとっては全くひどいことをしてるようには見えないんですけど、うん、そう、それを聞いてバリコンがこうショックを受けるっていうのも含めて、うん、あの喜劇と思って見てるのに、うん、そこで彼がこう死んじゃうっていうのがまたショッキングなんですよね。そう、なんかあの裏切り方っていうかこう観客に対する、うん、え、あの、あなたがそういうテンションで私たちをこう転がしてたんじゃないんですかみたいなところを急にバサって切って、うん、あの、いや現実彼はこうだからみたいなのが監督怖って思ってまあね、まあ、3ビルボードでもいきなりある主要キャラクター死ぬとかありますけど、まあ、ちょっとネタバレになる、うん、言っていいのかわからないですけどちょっとまあ一応伏せといてあげますけどとかね、そういうとこ含めてちょっとなんかまあ、ギョッとするようなことを平気で入れてくる人ですよね、マーティン・マクドナーという人は。本当に、うん、なんかこっちにその罪悪感を負わせてくるっていうか、うんうんうん、なんかなんやろ、そんなつもりじゃなかったのにみたいな、こっちもそうっていう感じをすごい入れてくるなと思って、うんうん、そうですよね。なんかあの町山さんがこの映画についてラジオで話されてるの聞いたんですけど、はい、その時にこの監督がリスペクトしてる監督の一人に北野武がいるっていうのをおっしゃってたんですよ。割とそういうその笑っていいのこれみたいなテイストって多分北の映画チックなのかなって勝手に解釈してるんですけど、うんうん、なるほど、確かにね、ちょっと分かる部分あるかも、うんうん、ちょっとね笑っていいのか困惑するような笑いでも人は死んでるしみたいな、そう、人は死んでるしそう、あとこれ英語がちゃんと分かってたらもっとこれ知的な会話実は入れてるっぽそうな感じするというかあのそうなんかな、なんとなくですよ、なんかでもまあ、頑張ってそれを字幕で多分出してるような気がするというか、あの、うんうんうん、パブであのパードリックが他の客からお前ただのいいやつなだけやでみたいなのをなんか遠回しに言われるみたいなシーンとかのあのやりとりとかって、うんうんうん、頭いい人じゃないとあんなん考えつかねえような気がするというか、あの応酬とかいう感じの含めて、そう、確かになんかこの島の登場人物は、まあ、そんなに頭がいい人たちばかりではないような気はするんだけど、それを作っているマーティン・マクドナーという人はすごく頭が良さそうっていうのはああいうところから感じたなるほど、うん、なんかあとちょっと思ったのが、そのさっきの、コルムも例えばその絶交するぞって言ったのになんだかんだパドリックに優しいみたいな、うんうん、なんかマーティン・マクドナー監督の作品って結構一人の人間の中に複数のパーソナリティがあるっていう人間の多面性みたいなものをすごい描いてくれるなって思っていて、うんうん、で、なんかその中の、その個人の中の葛藤みたいなものもすごく描かれるなって思ってるんですよ。うんうん、なんで、スリービルボードで言うと、本当サム・ロックウェルがまさにそれだなって思ってるんですけど。はい。そうですね、確かに。もう最初、凶暴で、こいつちょっともう、最悪の警官だな、悪徳警官だなって思ってたら、最後、あれこいつこんなに優しい一面あんのみたいな。なんか、そういうのを、その、彼の作品って必ず、まあ、どのキャラクターにもとは言いませんけど、主要キャラクターには少なくとも、なんか、描いてるなって思ってて、うん、なんか、それって多分、対話の可能性みたいなものを示してるんじゃないかなって、いつも自分は感じてるんですね。うんうん、まあ、多分、今作それがすごい顕著に現れてるなと思ったんですけど。対話の可能性？うん。なので、例えば、今回みたいに絶交するとかってなって対話が断絶してるような状態って相手が悪魔みたいに見えてくるじゃないですか、うんうん、最悪の場合、うんうんうん、なんかいらん想像をつけちゃいますね、うん、自分の中で、うん、そう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 、で
結局それがまさにこの作品の裏側のテーマであるアイルランドの内戦の話があると思うんですけど、うんうん、はい、結局それの大きくなったのが戦争じゃないですか、うん、大石さん大石さんが優しい口調でなんか追い詰めてくる感じがそう、いやまあ本当大石さんが多分これから言おうとすることがなんとなく分かるような分からないようなって感じはしてるんですけど、まあそう、うん、そうだな、まあ、とにかく内戦とたかがおっさんの喧嘩を重ねてるあたり本当に意地悪だなと思っているんですけどそうですね、そうなんですよ、うんうんうん、でもなんかその結局そういう相手が悪魔的に見えてしまうような状態なんだけど、でもある一面を取ってみたらそうかもしれないけど、でも彼の中に別の一面もあって、その一面だったら対話はできるかもしれないよって、それが多分きっと戦争とか起こってる間柄でも同じように言えるんじゃないのっていう風なことを感じるから、多分僕はこの監督の作品になんかぬくもりというか可能性みたいなものをいつも感じるなって思ってるんですよ。なるほど、なるほどね。なんかちょっと角度ちゃいますけど、私もなんか戦争が起こることがなんていうのかな、その偉い人が起こしてるんじゃなくて、自分っていう人間が自分っていう人間だから戦争が回り回って起こるんだろうなって思うことがあって、本当にこのさっき言った話なんですけど、自分の中に人を憎んだり妬んだりする感情があるっていう事実が戦争が起こるっていう理由の一つの証明であるってすごい思うことがあって、だからなんか自分が自分である以上この世の中の不幸が終わらないんじゃないかっていうふうに思って、すごい怖くなることがあるんですけど、すごいその話、なんか自分が思ってたことと今の話が重なるなと思って、でもそこにその対話の可能性もあるっていうのは救われる、まあ、自分自身に優しさが存在してるってことは、そこの希望もあるっていうふうにも捉えられるんだなって思うと、なんか、最後の最後ちょっとだけ救われた感じにはなります。うんうんうん、なるほどな。なんかあんまり僕ちょっとこの映画にちょっとその優しいぬくもりをちょっと感じてたかなっていうのをちょっとあんまり漠然とあんまり感じてなかったような気がしてたんですけど、でも今言われて確かにそういう一面はすごくあるなと思ったし、あとやっぱどうしてもこう前作のスリービルボードと今回のイニシェリン島って、まあ結構似てるなって結構言ってる人、まあ大井さんみたいにこう言ってる人もいるんですけど、僕あんま似てなくねみたいな気持ちにもちょっと思ったりとかもしてたので、あ、なんか似てる人ってどういう風に見てるのかなって思ってて、あ、そういうことかってね、すごく僕は納得したんですけど、で、なんか僕今回そのあんま似てないというか、最初にちょっとあんまり前作の衝撃は超えなかったかなみたいなことを言ったと思うんですけど、そのなんというか自分の中で何がこれなんかびっくりするようなことが起きてるんだなっていうふうに思えてたかなっていう話にちょっと個人的な中でつながるなって思ったんですよね。その、まあ、イニシェリン島の場合はまあ元から友達だった人がまあ喧嘩して、けどやっぱり友達なんと、まあ、その関係はなんだかんだ続く、まあもうボロボロですけどみたいなのってまああるかなってちょっと思ったんですよね。で一方のそのスリービルボードって本当になんか仲が悪いというか、もうまた価値観も合わないような人が最後手を取り合って終わるじゃないですか、はい、ある意味、なんかそこの方が僕はなんかそんなミラクルが起こるんだみたいな驚き、みたいなのすごく僕は感じてたんだなっていうふうにちょっと後で気づいて、まあ、だからなんかイニシェリン島にはちょっとあまりその衝撃というのを感じなかったのかなって思ってたんですけど、まあでもまあ結局まあ、まあ喧嘩して結局なんだかんだお互いこう、まあ団結というか、つながりがあるよっていう点ではまあ確かに一緒だよなっていうのは改めて今回聞いて思いましたね。ちなみにその、なんていうか、さっきの依存に絡めてな対話の可能性みたいなものをちょっと自分の中で一個だけ整理したことがあって、その、ドミニクは結局それができなかったし、シボンは島を離れるっていう選択をしたんだけど、ホルムとパドリックはじゃあなんで対話まで行けたのかっていうことを考えると、多分僕その過程に二人ともそばに動物がいたっていうのが大事なんだろうなって思ってるんですよ。いや確かになんか今回動物も結構なキーワードというか、堅くなに動物にだけは優しかったですもんね。そうなんですよ。そうですね。だからパードリックでは途中まではロバがもう本当に、なんていうかもう愛犬というかもう人生のパートナーレベルで大事にしてましたし、で、まあ、ある事故でロバが亡くなってからは実際にお仕事として飼ってる動物たちを家の中に入れるっていう、例えばなんですけど、なんかあれっ
で、まあ、さっきのちょっとケアというか、その依存の話にちょっとだけ引き寄せると、多分その僕らがさっき言ってた何かに依存するっていうものって、ペットを飼うみたいなのもある種の依存だと思ってるんですよ。うんうんうん、っていうか、ケアをする対象を持つことで、こっちがそのケアされてる感覚になっていくみたいな現象って結構、ケアの現場ではよくあるよねっていう風に話されてて、で、動物ってまさに僕らはケアしないと生きていけないじゃないですか。特にペットはそうじゃないですか。なので、彼らがなんかそれを常に傍らに持っていて、その人間関係が最悪断絶しても、そこに最低限その支えがあったっていうのが、多分彼らだけが対応が可能になった一個の、なんていうかな、理由というか、きっかけなんだろうなって思いながらちょっと映画を見てたんですね。確かにそういう、まあ、動物を思いやるみたいなのが、本当最後に、最後の最後でこう聞いてきたみたいな。話に確かに最後見えますよね。ロバを図らずも死なせてしまったみたいなあたりのそうめっちゃショック受けてましたもんね。あ、僕やってしまったなみたいなホルムのやってしまった感の感、あの表情がすごかったです本当に、うん、え、ロバ死んだみたいになってましたもん俺の指のせいでみたいな。そうまさかロバもアホやなってお前肉食ちゃうやろって思いますよね人間に見えたのかなっていうロバーってなるじゃないですか。いやもう誰かが本当になんか感想かなんかで、夫婦喧嘩は犬も食わないってあるけど、これみたいだなみたいな。喧嘩はロバも指食わねえよみたいなこと言って、本当だよなって思ったんですけど、そうそう。どうしよう、調べてアイルランドにそんな格言があったら。本当にあるかもしれない。本当に。そうそう、うん。そう考えたら、なんか依存をするっていうことは、なんか相手に依存をされたいっていうことなのかもしれないですよね。自分に依存してくれる対象を求めているっていうか、まあ、承認欲求みたいなものですよね、そういうのと、うん、なんか承認欲求はなんか私ちょっと言葉がなんていうの、自分の中で承認欲求がどんなものかっていうのを辞書で調べて書いてる言葉じゃなくて、なんか自分の中でこれぞ承認欲求っていうのが実はあんまりピンときてなくて、なんかわかんないですけど、その承認欲求、なんか言葉のイメージ的になんか不特定多数にみたいな、不特定多数とかってワードが入ってくるんですね、そこだと。いや、わかんないです、わかんないです。なんかそういうイメージがなんかよくあるじゃないですか、こう SNS とかで承認欲求満たすみたいな、よく最近言われるじゃないですか。なんか、まあ、あんまり不特定多数っていうイメージは、まあ、僕の中ではなかったですけど、誰か一人になんかちょっと認めてもらうじゃないですけど、自分という存在をこう認知してもらえるみたいなところが、まあ承認欲求って使い方を僕はしてましたけどそう、それが私もちょっと使い方が、まあどっちもそうかもしれないんですけど、なんか質が全然違うじゃないですか、多くの人に表面的に認められたい感情と一人の人に深く認めてほしい感情って、なんか質が全然違うと思うから、なんかそれに両方承認欲求って言葉を両方に使っていいのかが私の中ではよくまだ分かってなくて、なるほど、なんやろ、あんまりそのだから、そう、それがちょっと使い方がね迷ってるとこがあるんですよ最近。なんか承認、個人だったら承認以上のものがありそうな、なんていうか感じしますよね、その、うん、確かにそこにいるよね以上の何か必要とされてる感というか、うん、確かに個人感だと途端にそのそれを表現する言葉ってなかなか見つからないというか、なんかまた違うものになりそうですね。確かにそうですね。なんか恋人に対する承認欲求ってなんか言わない感じがするじゃないですか、うん、そっか、いや分からんけど、そうかも、そうかも、確かに言われてみたらそうかもな。確かに本当なんかその個人との個人間の間でこうなんか認めてもらうじゃないですけど、こうなんかこう依存し合うというか、なんかその、言葉が難しいですけど確かにそういう感覚っても別に恋とも違うしみたいな時もあるし、友達、友達ともちょっとなみたいな、なんか友達を超えた何かみたいなのもあるしみたいな、難しい。愛っていうとちょっと言葉が強すぎる気もしちゃいますしね。そう、そうなんですよ。確かになんか依存までもいかないものもあると思うんですよ。うんうんうん、うんうんうん、例えばあります、あります。めっちゃ例えばなんですけど、私マンションの住んでるマンションの、まあ敷地の隅っこでいつもおじいちゃんがタバコ吸ってるんですよ朝、なんか不愛想な感じのおじいちゃんが、で、そのおじいちゃんに毎朝挨拶してめちゃめちゃ不愛想な感じだけど絶対挨拶返してくれるんですよ、で毎日毎日挨拶してて、たまにいない日があったりするとなんかやっぱ心配まではいかないんですけど、あれ今日いないなとか、まあ
気になりますよね。で多分、いや分かんないけど、向こうも私がいつもより違う時間に家を出たりして会わなかった時とかに、なんかそんな風に思ってるかもしれないじゃないですか。なんか、そういう、なんか全然話変わってきた気もするんですけど、そういうなんかこう、なんて言うんだろうな、自分の世界の中で確実に存在してる人間。うんうんうん、なんか関係性に対して名前とか深さはないんだけど、そういう人間がなんか意外と大事で、うんうん、例えばある日そのおじいちゃんが挨拶返してくれなくなったら、結構なショックを私は受けると思うんですよ。うん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 、あのコリンファレルみたいになってしまうかもしれない。なんでなんでしてくれないの、今まで挨拶返してくれたやんってなんかあったんみたいな。逆にしつこくこっちから挨拶しに行っちゃうみたいな、うん、そう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 。もうそしたら同じようにこじれていく可能性ありますよね。そうそうそうなる可能性がある。実はそんな感じなのかもしれないですね。あ、うんうん、なんか意外とこう人と人って意識しないとこでもちょっとした関係をちょっとずつ結んでたりするから、うんうん、それが急になくなった時に動揺はちょっとしちゃうかもしれない。うん、そういういろんなこう人とのつながりとか関係性も名前もつかないようなものも含めてやっぱ人間ってたくさんあって、うん、でやっぱそれをまあ言葉にできないけど、いやそういうのあるよねって言ってくれてるっていうのがやっぱり映画だったりとか、まあ、それが詩だったりとか、うん、そういうものになったりするのかもしれないですけどね。なんか、うんうん、言葉にならないものをなんか表現するってそういうことだなっていうのはちょっと改めて思うんですけど、うんうんうん、なんかすごい話になってきた多分前田さんが言ってたことってそれこそなんていうか、いることを許すじゃないですけど、うんうん、なんか大石さんの言葉っていちいち染みてきますよねいや僕も大体そのゾヤさんとかから、あと本とかから言葉借りてきてるだけなんで、自分で生んだ言葉って全然ないんですけど、いやそれを引き出せるのがいいんだよ。そういや本当に大石さんと話してると何だろう、大石さんが生きてる中で吸収してきたものに触れてるって感じがすごいするんですよ、うん、そうそう、私なんか本当にあの記憶のメモリーが本当に3メガぐらいしかないんで1個入れたら1個なくなっちゃうからロケット鉛筆みたいに。そうなんですよ。だからなんか本当にその話しててすごいその深みというか引き出し、そう引き出しめっちゃいっぱいあるやんと思う。ちっちゃい引き出しいっぱいあるそう確かにちっちゃいのがたくさん、いやそういっぱいなんかそういうのあるなとは僕も本当大石さんを見てて思うんですよね、うん、本当に。いやなんかそれ恐縮です。いやそうでもなんかそれこそ多分これ自分のラジオの方でもちょっと話したんですけど、うん、20代の初めぐらいに若干心病んだことがあって、うん、で心病んでから結果的には自然回復しちゃったんですけど、割と20代ここまで生きてきて、なんであの時病んだのかっていうのと、そのでなんであの時回復できたのかってことを割となんかそこの答え求め続けてる感じがあるんですよ、うんうん、なので割とそのケアとかそういうまあセラピーとか、まああとは精神みたいなものの本とかちょっとあったら読んでみたりとか、そういうの映画を見てみたりするんですけど、割とそのマーティン・マクドナー監督の映画はなんかそれ自分が感じたそれに近い感覚があるというか、うん、その時に病んでる時の気持ちを主人公たちに結構被せられるなって思って見てるんですよ、うんうんうん、でその病んでる時の気持ちを自分なりに言葉にするならよるべなさだな、助けてとも言えない状態というか、うわめっちゃうん、言葉のチョイスは本当いいですね。いいです、うん、なのでなんかそういう意味で僕は多分勝手にセラピーされてんだと思います、そのこの監督の映画に。あなるほどね。なるほどな。さっきそのおっしゃってたなんかそこにいることを許すっていうのが、うん、なんかすごい逆に言ったらそれが許されないって感じてる人もいるわけじゃないですか、うん、それを考えたらなんて悲しいことなんだって今なんかちょっと想像したけども、うん、まあ、それが今作におけるドミニクだったりするのかなみたいなことになるわけじゃないですか、うん、やっぱりだと思います、うん、いや待って、これはクライシス起こるよ、うん、そう本当にこれクライシス起こるなっていう、そうか、なんかすごいそんなにえぐってくる話と思ってなかったのでのほほんと、いや本当見た時はなんか、いやなんか面白かったけどなんだろうみたいな気持ちだったのに、なんか今こうやって話してみてめちゃくちゃグサグサくるじゃないですかみたいな、めっちゃグサグサ喋ったり考えたりしたらあこれあやばいかもしれないなみたいないや本当にこのラジオ収録前の私は、うん、ロバでこのラジオで指を食べたロバになったみたいな、うん、本当ね、うん、いや今
回ぐっとこう、うん、なんか自分の中でもこの映画の解像度が本当に上がったなというふうに思いました。本当にいや今日大石さん呼んで本当に良かったな。本当になんかちょっとまだまとめに入ってる感じありますけど全然喋れるなみたいな本当にそう今日の我々のあの一番の功績は大石さんを呼んだことですよね。本当そうだと思います本当に、うん、いやすみません恐縮です。いや僕ら二人ではよろべなさは出ないですよ本当にっていうね。よろべなさ出ない出ないな絶対出ない、うん、なんかずっとロバの話して終わった気がする、うん、ロバがねなんかロバがいい演技するよねしか話しかしなかったんですいい話いやそこも言いたかったんですけどいやロバの演技地味に良くないですか。なんかスッて出ていくとかめちゃくちゃ良かったですよ。確かに、ね、あの動物全員賢すぎん犬とか そう、うん、動物たちの演技がめちゃくちゃいいんですけど、そう、そういう話とかしますけど、ね、うん、いやまあ、ワンちゃんはあのそういうね、うん、なんか動物のアクターみたいないるのは知ってたんですけど、ね、ロバともいるのみたいな、ロバも取り揃えてはるんですかみたいな思いました、ね、あんなそんな絶妙な動きするロバいるみたいなあのテーブルをちょこちょこ舐めるシーンとか好きなんですよね。確かに可愛かった。可愛い、あれはいいキャラですね本当になんかあのマリオンさんが指を食べるシーンになんか言いたいことあるとおっしゃってませんでした、うん、そう指を食べるシーンじゃなくてあの指をあのコルムが指をあのロバに引っ張られすぎてた、まあ、ちょっとロバじゃなくてコルムの話にちょっと戻っちゃうんですけど、あの指を切るシーンあの、まあ、ちょっと最初にも言ったと思うんですけど意味不明だなってなるじゃないですか。あの、うんうん、音楽やりたいやつが指切るなんて意味わかんないなっていう、うん、この思ってでなんとなく思ったんですけどもしかしてなんて言うんですかね、悪魔に魂を売って芸術的な才能を得るみたいな話あるじゃないですか。あとかあとなんかものすごいもう常人には理解できないようななんか努力やなんか執念がある人が素晴らしい芸術を作るみたいな、うんうん、そういう理想ってあるじゃないですか。あれをやろうとしてたんじゃねえかなコルムなりにって思ったんですよ。指を切ることでそっから生まれる音楽がめちゃくちゃ最高の芸術もう歴史に残る芸術になるんじゃないかみたいな感覚があったんじゃないってちょっと考えてみたんですけどそんな考えてないか、いやでもわかんないですけどそれこそあのゴッホの、ね、耳そいちゃう話とかもありますしね。そういうちょっとこうやっぱ他と違う人にやっぱなりたいというか違う人であるみたいなのをするっていう意味でああいう指を切るみたいなことをやるに至ったのではないかみたいな気持ちがちょっとあって、うん、まあなんかそれもでもそれってもうただの憧れでしかないなみたいな、うん、憧れとかもうその理想だいぶ間違ってないみたいなところ含めてなんかこの人こじらせてるなというかそのちょっと迷走してるなみたいなのがこう余計にその時に感じたっていうのはちょっと話そうかなと思ってたんですけど、すいませんね、なんか結構脈絡のないいやぶっ込み方でしたよね。でもなんか、うん、さっき自分でそのゴッホにそれを重ねましたけどなんかそれもゴッホも当時結構うつ病だったとかって言われてるからやっぱちょっとね、うん、あのこじらせてるというよりも若干そういう病と考えてもいいのかなとも自分も私に思ってて、うん、ただ若干おかしみがあるのはその指切れてだらだら血流れてって周りあの何人か演奏仲間いるじゃないですか音大生の彼らそこには何も突っ込まないのかよってところは確かにおかしいなと思って見てました。あれ面白かったですね。そう本当にちょっとあまりにも指を切るのがちょっと意味が分かんなすぎるというかなんでみたいな。いや確かにあの本当に切るシーンが出てくるとは思わなかったですよね。そう、うん、しかも全部、うん、まさか本当に切るやつがいるかみたいな本当に切りやがったみたいになっちゃったので、うん、ちょっとまああそこで面食らうというか面食らってしまう分なんかなんだろうこれみたいな、うん、だからちょっと余計にあの行動の意味とかをちょっと考えてみたくなってしまったんですけど、まあ、それに考えた結果がそういう風に至ったって感じですかね。でもなんかその解釈もめちゃくちゃわかるなと思います、うん、まあでもやっぱうつ病みたいなものなんですよねやっぱコルムって。どうなんでしょう、なんかそんな気が僕しちゃうんですよね彼見てると。うん、確かになんか心配してましたもんね実際あの映画の中でパードリックとかも、うんうん、確かに心配するよなっていう気がするというか、うん、やっぱりちょっと最初の方にもちょっと話出ましたけど距離取るにしてもやり方があるだろうみたいな、うん、あるじゃないですか、うんうん、なんかそれができないあたりにやっぱりなんか本当にこの人のコルムにとってこの時間が今その自分の中で時間は有限であるという
感覚っていうのがすごく大きなものになってるっていうことが、まあもう彼にとってすごく大きなことなんだなっていうことですよね。うん、そういう気持ちがわからないじゃない、わかるけど、あそこまで駆り立ててしまうのかっていうのは、まあちょっとそこまでは僕は至らないけど、いやでもそういう感覚も否定はできないし、何とも言えないなっていう気持ちになるというか。確かになんか私結構冒頭で話したみたいに、一つ一つの関係性って一方的に終わらせることが可能なものやって思ってたんですよ。いやなんかちょっと言い方がすごく語弊を招くかもしれないんですけど、終わらせることができるというよりも、片方の気持ちが離れた時点でそれってもう片方がどんだけすがっても成立しないじゃないですか。だからなんかもうそこで仕方がないって思うしかなくないかって思ってたんですよ。でもなんか本作の話をこうやってずっとしてると、なんか、まあ、すごい当たり前のことを言っちゃうんですけど、人と人ってそんなに単純じゃないよなって、自分で改めてちょっと思っちゃって、なんか何歳やねんって感じなんですけど、人についてちょっと学んだなと思いました。いやもうそれは別に何歳になってもそれは思うことじゃないですか、やっぱ。あと映画ってやっぱそこら辺を教えて、時には教えてくれるものだなとも僕も思いますし、そうですね、なんか何歳になっても全然知らない世界の全然知らない人たちが似たような感情だったり、あるいは知らない感情だったりを持ってるっていうのをなんか教えてくれるから、やっぱなんかそれが癒しみたいになるなと思ってたので、確かに、なんかその自分が共感できないことに対してのなんか想像がやっぱりすごい足りてなくて、私が、なんかよく言われますけど、自分がされて嫌なことは人にしちゃいけないよっていう、それはすごいわかるんです。でも自分が嫌じゃないことに対して、人に対してすごい鈍感、自分が耐えられる痛みをこう人に対してもすごい鈍感になっちゃうっていう節がすごい自分にあるので、なんかそこの想像力をちょっと補っていくためにこう映画とかを見た後にこう話したりすると、なんかすごい、ね、そこがね、私映画の話して一番そこが自分にとってのこうプラスになってるんじゃないかなって思う時があって、そうですね、それぐらい想像力がね足りないです。やっぱり本当に映画見ると想像力が本当に豊かになるというか、誰かに優しくなれるなというのは本当に思いますよね。本当に、いや確かにな、なんかそれこそっていうか、どんな世界でも辛いんだなって思えることで救われる部分とかもあると思うんですよ。そうね。なんか今の自分の選択が間違えたっていうことだけだとやっぱ結構しんどいじゃないですか、人生。だけどなんかどんな選択をしても、どんな世界にいてもしんどさはあるんだなって思うのって割と僕は救いだなって思ってて、で結構映画ってそのいろんな面ありますけど、そういうのをその提供してくれる映画が僕はすごく好きなので、なんていうか逆に底抜けに明るいと、あ僕その世界にいないですってなっちゃうんで、なのでなんかそういうのを味わえるのも僕は映画の良さだなぁなんて思っていつも見てます。いやそう、でもねそれをねこうブリッジしてくれる人がね、そう今日いてよかったなって。本当に私ね今日ここの場で話してなかったら、本当にロバ可愛かったなってぐらいしかねちょっと感想が、いやそうなかったかもしれない。僕ら二人では話が広がらないですよね、本当に。いやなんかこの自分が自分の中にある考え方とこの映画をこうブリッジしてくれる人っていうのが私にとってはすごい大事で、この映画っていうかどの作品でもそうなんですけど、私はそのブリッジが、ね、できないんですよ、本当アホなんで。でも箸かけてくれたらなんか自分の中にもなんかあったわとか思うんですけど、その箸をかけてくれる人がいつもマリオンさんだったり山口さんだったりするんですけど、今回はねちょっとマリオンさんと2人でちょっとこれは珍しくちょっとどう箸かけようっていう、どう箸、そう珍しく2人ともこういうとこだけなんか気合うよねみたいな。確かに確かに。いやそう、映画の趣味合わないのにこういう時だけ気が合うっていう。そうなんですよね。そういやもう結構序盤から静かな映画だったなっていうのはこう思って、多分これちゃんと喋れる気がしないなってちょっと冒頭見た瞬間に思ってたんですけど、今回ねちゃんと喋れるか不安になってきたって思っちゃったんですけど、いやでもなんだかんだ喋れたんじゃないですか、やっぱり。そうですね、それも大石さんのおかげもあると思うし、
多分この映画の、いや私普段他の考察とかあんまり読んだり聞いたりしないんですけど、うん、この映画の考察をする人が話さない外のところを話せた気がします。うん、本当に多分なんか本当はもっとクセイレイ？バンシー、うんうん、バンシーがおばあさんなのか、うん、なんか私ちょっと妹さん、うんうん、なんかおばあさんが2人死ぬって言ったじゃないですか、うん、はいはいはい、2人死ぬというか命が、まあ、どういう言い方かちょっと忘れちゃったんですけど、で結果的にロバとバリー・コーガンだったわけじゃないですか、ドミニク、うん、ドミニク、うん、そうですね、でなんか2人ってどっちも妹がなんていうのかな、ちょっと距離を取った、あ、うん、ロバのことも家に入れないでよとか言って、うん、でドミニクのこともまあちょっと苦手っていうかまあそうですね、こんなやつ家止めんなよみたいになっちゃってたり、うん、なんかその関係性もなんか深掘りしたらいろいろそのあんのかなとか、うん、思ったりもしてたんですけど、ちょっとその辺が分かんないです。監督はどこまで何を設定して、このタイトルも含め、うん、そのバンシーっていう、確かに、ものを何で持ってきたんかなとか、うんうんうん、確かに、うん、なんかその今日話した内容みたいなのが主題としたら、あんまりそれってそこまで関係ないとも言えるじゃないですか。うんうんうん、そうですね。それを入れたのがこう遊び心なのか、うん、なんかもっと深い意味があったのかとか、うんうんうん、まあちょっとだけ気になるところではあったんですけど、確かにそうですよね。全くなんかこの辺のアイルランドの伝承とかって全然知らないで見てましたけどね、それ確かに、うん、そういう意味なんだみたいなのはなんとなく分かりましたけど、うん、まあ、だから何なのこの映画においてそれはみたいなのは正直あるんですけど、まあ、そうタイトルにまでなってるのに、そうそうそう、でこのタイトルの曲を作りますしね、コルムはね、うん、うん、うんうん、そうですよね、結局何やったんかなっていうのは、うん、何だったんだろうちょっと僕たちではわからない謎謎のようなそこをちゃんとこう解説できる人がもしかしたらいるのかもしれないですけど、うん、僕たちにはできないかな、うん、僕もそこら辺は結局あんまり、うん、モチーフとか、まあアイルランド内戦のメタファーなんだろうなぐらいにしか多分固めてなかったので、そうそうそう、それぐらいしかね、確かにその辺の背景ももっとちゃんと知ってたら、うん、なんか違ったものが浮かび上がってくるかもしれないですよね、うん、そうそうそう、だと思います、うん、いや、あらかた話を終えた感じでしょうか皆様なんか話したいことまだありましたら全然大丈夫ですよ、大丈夫ですか、いや、もうこんなに喋れたのは奇跡、うん、本当にいや本当に来ていただいて本当に助かりましたね、本当に、いや、こちらこそなんか喋らせていただいてありがとうございました、本当に、そう、いや、なんか私何気に大石さんとここまでがっつり映画の一つのテーマでこう話し、うん、まあ大石さんに限らずですけどあんまないですもんね、そうですね、まあ結構映画バーだと本当次々と作品上げてっちゃうし、あと見てない方もいらっしゃるから、うんうん、なかなか深く入ることってないですけど、そうなんです、あと意外と映画バーで話せないっていうね、そうなんですよ、皆さんお忙しいからそうなんですよ、もうちょっと常連さんになればなるほどちょっと逆にその場をお任せしちゃうことが多かったりするじゃないですか、やっぱり、そうですね、はい、新しいお客さんにこうちょっと場、ね、慣れてもらったりっていうのに店長そういうのにちょっと力を入れたりとかしてたりするので、うん、なかなか確かに映画バーの期間中喋れなかったりとか結構ざらにありますよね、うん、ありますね、なのでもしかしたら他の常連さんをこんな感じで呼んでもらえたらもうちょっとこう別の角度が生まれるかもしれないですとかって、なんかすみません、なんか偉そうに提案みたいにしちゃいましたけど、いや確かにそう、でもね結構なんていうんですかね、まあ、大石さんとは映画バーをきっかけに映画バー以外でも結構 ね、 そうですね、仲良くさせていただいてるのでこのメンバーは、うん、そうですね、まあ、それもあってこう、うん、話の距離感とか私の中ではすごい話しやすかったんですけど、うん、いや、よかったですいや本当お二人のこう視点とかがすごく素晴らしいので、本当にみんなすごいなと思いながら本当に僕は優しいだけの人だなみたいな、ファードリックみたいなことを思いながら原島湯の話を聞いていましたけどね僕は逆に大石さんのラジオではどうやってテーマを毎回決めてるんですか、はい、あ、でも結構2人が共通で話せるよねっ
ていうものに結構合わせてテーマとしてやってて、だから割と映画とか作品に焦点当てたりとかってこともありますけど、もうちょっとこう広いテーマ、例えばなんだろう、あの変わるものと変わらないものって人生過ごしてるあるよねみたいな、そういうふわっとしたテーマだったりとか、うんうん、なんか本当にざっくばらんにそういうことを一個柱として置いて雑談するっていう感じですね。なかなかすごい広いじゃないですか。私たちだともう映画って絞ってて、うん、で、まあ、この後大体次じゃあどの映画テーマにしましょうかみたいな話になるんですけど、それがこう無限にあるじゃないですか。そうですね。ジャンルがこう限られてないと。それはもうなんかどちらともなく次この話しないみたいな感じになるんですか？割とそれを、浮かべるのが大変だったんで、うちのラジオではたまに入ってもらってる作家さんを一人あの、うん、置いていて、でその作家さんに基本的にはテーマをその作家さんにお任せすると。へえ、面白そう。お題そう、お題を振ってもらう人みたいな。あ、なるほどな。いや、その大石さんのポッドキャストのこうなんというか、僕たちもたまにというかよく聞いてるんですけど、ありがとうございます。あのこうどうやって作ってるのみたいな話を聞いたときに、めちゃくちゃかっちり作ってるんですよね。あの台本とか一応、はい、台本決めたりとか、こう作家さんがいたりとか、うん、僕らないじゃないですか。本当に出たとこ勝負。本当にあのそうなんです。喋りの内容にムラがもうあって当然みたいな感じでこれをずっとやってきて、うんうん、まあ、なんかわからないけどよく聞かれてますけど、なぜか。うん、確かにね、ちょっと不安になりますね。なんか最初の方って探り探りやったり、エンジンがまた全然かかってなかったりするから、自分でも何言ってるか分かんないぞみたいな時とかそうあるんですけど、僕毎回喋りながらそう思ってますし、確かに作家さんをつけるっていうのはちょっとなんか面白そうでもありますね。ただなんかうちでそれをやるってなったら全部山口さんのやなんかそうなんですよねっていう、あの山口さんの負担がそう爆増。いかに我々が山口さんに依存しているかっていう。そうなんですよね。このラジオを聞いてる方がどこまでそれを、ね、知ってるかはわからないんですけど、そう、まあ9割ぐらい山口さんの力でこのラジオは成り立ってます。はい、そうですね、動いていますので、はい、まあ、こういう、まあ、また山口さんが不測の事態でいないという可能性もまたね、ある可能性は全然あるので、もしかしたらね、その場合はまた大石さんを召喚するっていう。いや、そうですよ。オンラインだったらいつでも会えますもんね。そうですね、いつでもっていうか、オンラインであれば距離がね、はい、そうそう、もしなので、あの必要であれば、あの私こと万死を呼んでいただければ。死をもたらすんだけどな、万死。それはいいのか、この中で2人死にますとか言って、本当にみたいな。この中で死ぬの2人っても決まってるじゃねえかみたいな。3分の2ですかって、なりますよね。なる、はい、あの予言をもたらして帰りますので。じゃあなんかオチがついたところで、この辺でじゃあインシュリントの精霊についての話は終わっておきましょうかね。はい、なんか途中は最後全然関係ない話してたような気がしますけど、まあこれは山口さんが綺麗にまとめてくれることでしょう。編集よろしくお願いします。お願いしますね。お願いします。はい、はい、それではお知らせになります。2月も映画の話したすぎればの開催をまあ予定しています。まだちょっと日時の方はちょっと決まってないんですけども、また決まりましたら番組のツイッターですとかで告知はしていきたいなと思いますので、またもちろんポッドキャスト内でもお知らせしていきますので、まあ、ぜひちょっと情報の方を、まあ、気長にお待ちいただけたらなというふうに思います。また、まあ、次回バー開催情報とかポッドキャストの次回テーマ作品の告知も含めてツイッターのアカウントの方もフォローとかお願いいたします。あとこの番組のイメージキャラクターの映画の話したすぎる猫カッコ仮をあしらったグッズ販売もしていますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい、というわけで改めて大石さん、今日はありがとうございました。本当に ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとまたぜひ機会がありましたらゲストの方に出ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ぜひお声がかかればいつでも、はいはい、それでは、映画の話したすぎるラジオ第101回イニシリン島の精霊の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。